マルハバン。ということで本日もやっていきましょう。いくら。はい、早速ブレイクギャラクシー、このブレギャラのビジョンについてね、最初は説明していきたいと思います。はい、現在位置としてはトッププレイヤーディビジョン12、12にいるというところであって、次のステージがスーパースター、その次がスーパースター X で、昇格するためにはですね、条件がありまして、上位3チーム以内に入れば、昇格できると。で、現在はシーズン81年目ということで、まだまだね、設立して間もないというところではありますけれども、最短でも、あと90シーズン90年目ぐらいでスーパースターでいけるのかなというふうな感じはするんですけどね。はい、はい、次にですね、アソシエーション、協会についてちょっと説明させてください。はい、MR、MR っていうね、協会を、私は、自身で運営してるんですけど、まだまだね、募集してますので、YouTube からでも、アカウント ID とかはね、Twitter とかの方でもね、載してるんで、そちらに飛んでいただければなというふうに思います。はい。ということで、参加条件が一応ありまして、プロフェッショナル以上、プロフェッショナル以上じゃないと、申し込んでも多分申し込めないようになってます。はい。なんで、もちろんね、スーパースター X とか、よりね、高みを目指される方が多いと思うんですけど、その通過点にね、プロフェッショナルがあると。そこまで来たら、そういえば MR とかいう協会があったな、みたいな感じにね、応募していただければな、というふうに思います。まだまだこれからなんでね、やっていこうかなというふうに思います。はい。メリット、デメリットで考えると、デメリットがないかな。もうメリットしかないのかなと。はい。協会のね、イベントとかがあって、そこに参加して、いい成績を収めれば、ペースコインだったり、トレンドポイントが、報酬としてもらえるというところでね、チームの強化を図っていける、アイテムだったり、選手のスカウト、チケットと、トレード、エクスチェンジでね、したりっていったところが、あるんで、決してね、デメリットではないのかなというふうに思います。特にね、無課金のユーザーだったり、微課金のユーザーはね、なるべくコストを使わずにね、現金を使わずに、やりたいとは、プレイしていきたいとは思うんでね。私も、その一人である。その一人であるので、なんて言うんだろうな。微課金、微課金はしてるんですけど、ここまでね、行くことは全然できるんだよっていうことをね、証明できるのかなというふうに思います。別にこれは、一応ね、この動画配信は77年目からスタートしたんですけど、できればやっぱり最初からね、見せた方が良かったんだろうけど、ちょっとね、それにはなかなか、そうしようとはちょっと思わなかったね、さすがに。別に、これはね、でもあるみたいですよね。ゲームのアカウント、途中までやってるアカウントをこうね、売買してみたいな。実際にあるみたいですけど、どういったシステムのかもわかんないし、そういうのにはあんまり手を出さない方がいいのかなというふうに思います。やっぱりね、自分でやってのけてのチームなんでね、自分で育て上げる方が面白いのかなというふうに思います。はい、ということでね、スケジュール確認本日やっていきましょう。はい、第16週目ということで、これがね、最後の週、そしてこれが最後の、試合。で、リーグ戦においては、紹介試合なんでね、優勝はもう決まったんで、前回ね、コングラチュレーション、上がったんで、負けても、優勝は確定というところで、はい、若手選手をね、どんどん出していきたいなというふうに思います。そして、
最後、ファイナルのカップ戦、今からあるんですけど、AFC ですよ。まあ、リーグ順位的には2位のチームですね。まあ、こことまたやることになったと。まあ、その日がとうとう来たかというところなんですけど、ここはね、しっかりカップ戦も優勝してね、タイトルにカップ戦優勝っていうのをね、刻みたいなというふうに思います。リーグ戦、カップ戦、両方制す。これをね、動画配信上でまだお届けできてないんで、これをやっていきたいなというふうに思います。それでは早速やっていきましょう。で、あとは、まあ、シーズンの振り返りぐらいまでできればやりたいなとは思うんですけど、動画の容量的にどうかな？ちょっと厳しそうな感じもするんで、まあ、いけそうだったらやっちゃおうかな。まあ、もしくは、次の動画でね、まあ、引退発表とかもあるんで、まあ、そこもね、ちょっと、視野に入れていきたいなというふうに思います。サールか、サール体力か飛ばせて、でバーディーも体力回復でいいよね。でボナベン・アブグラ、ウーカス・レイバーか。ミリトン入れるか。クリステンセンでいいかな。ちょっと前回の活躍、クリステンセン良かったもんね。で、コロナウェルベックかな。いや、コロナウェルベックだな。これでいこう。で、香川か。なるほど。まあいいや。でもこうなるとね、フリーキッカーがいないんだよな。そう、こうなるとフリーキッカーがいないんだよ。まあ香川ぐらいしかいないよな。これが非常にちょっと困るかなっていう感じ。まあフリーキッカーとか、まあコーナーキッカーとかね含めてなんだけど、まあこれでいいんじゃないのかなっていう感じはするけど。891、対するは879。まあ強いね。まあでも体力がね結構奪われてるチームなんで、まあでもあんま関係ないよねこれ。あんま関係ない気がする、体力奪われてるのね。いやーこれね難しいんだよね。なかなか難しいんだよ。Well, good evening to you and welcome on this most perfect evening for a game of football. Conditions are absolutely splendid. And the folk of this town have come out in their droves for this match. Why wouldn't they? It is an ideal game. Everybody has been attracted to it. It has been the talk of the town.まあでももう少しで総合値も900に行くというところでね、大変面白いことになってくるのかな。ただね、ただ今現在28歳とか29歳が多いから、まあそろそろその人たちもさ引退するから、総合値がまたガラッとね、まあ要はメンバー総入れ替えしないといけなくなるから、結構ねまたそこで総合値が下がってくるんじゃないかなと。ただね、まあいつものように星5の選手を多く入れるのではなくて、やっぱね星6の選手をねどんどん起用していかないと、やっぱりチーム、強くなっていかないかなっていうのもあるんで、ちょっとそこら辺を考えて、また来年ねスカウティングリストから引っ張り上げたいなというふうに思います。星7選手はねどうかな。まあまだ大丈夫でしょう。 OK、 いいね。
いいよ。いやいやいや、わあ、惜しいね、バーディー。ちょっとこれ前線プレスしていこうか。さあ、この戦術が相手に合うのか。どうやら。逆効果か？逆効果か、これ。よし、取った。よし、つないで。いやー、つないで。いやー、つながらんか。いやー、ちょっと支配されてるぞ。まずいぞ。まずい。よし、よし、危ない。あぶね。ちょっとやっぱ、あれだな。ミスを誘う手段で生かすのか。よし、これでいい。で、こっからは繋いでいって。頼むからその前急がなくていいよ。そう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 、後ろで繋いでいって。そうだそうだ。それでこそ、フルギャラなんですよ。OK。いいよ。持ち前のドリブルで、返す。それでいい、それで。いい感じじゃん。いいね、いいよ、いいね、いいね、いいよ、いい。非常に、いや、それいらない。まあまあまあ、いい感じで回せてるよ。いい感じですよ。コロナに出しちゃって、コロナに。そう、そう、上げて、そう、そこ拾おう。うわ、よっしゃ、いいよ。もうワンプレイあるよ、もうワンプレイ。オッケー、行こう。バーディー行こう。バーディー行こう。オッケー。ナイス。ワンダフォーゴー。オッケー、ナイス。いい感じじゃないですか。いい感じ。オッケー、オッケー、オッケー。いやー、まあちょっとコース甘かったな。コース甘かったけど、大丈夫、大丈夫。まあとりあえずね、形はどうであろう。勝っちゃう、勝っちゃう。よーし、見えてきたよ。見えてきたよ。何これ、例えば、まあこんな話を、まだ。ね、終わってもないのに話すのどうかと思うけど、話すよ俺は。ねえ、これでだって優勝するとさ、何年ぶり ?5 年ぶりぐらいかな。もう結構だって、そう、そのぐらいだもんね。だって動画配信上ではまだカップ戦1回も優勝しないからね。待て、そこで取られるのはまずいでしょ。いやー、いいね、センターバックがいいよ。ちょっとサイドバックがね、まずいかな。お、香川、取れないか。いいよし、行こう。OK。いやー、そこもったいない。もったいない。危ない。そしてバーディー。OK。コロナ、コロナ、コロナがいるよ。コロナ。コロナがいるよ。よし、行け、コロナ、コロナ、コロナうまい、コロナいいね、コロナ。えぐいぞ、コロナ。しかもキャプテンになってるし、おいおい、ちょっと待って、おかしいぞ。あ、変えてなかったんだ、ローグラスコスター。いや、うますぎでしょ、こいつドリブル。何こいつ、うますぎでしょ。まあ言うてもうね、総合値も88でね、急速な成長を見せてきてんだよね、コロナがね。そう、まあというのもまあ年齢も年齢だったし、スカウトをしたタイミングがね、まあ急成長する選手ではある。まあアブドゥまあこれ今回出してないんだけど、アブドゥはちょっと遅い。あまりに遅い。いつあいつの覚醒が見られるのかなっていう感じで。いや、インターセプトミス。ロマニオーリー、ロマニオーリー。
完全インセプミスじゃん、これ。いや、ロマニオリじゃなかったな。クリステンセンだ。クリステンセン。いやー、ディーバラ恐るべし。まさかこの、いや、ロマニオリのタックルも、防ぎきれずだな。いや、こいつは。恐ろしいね、ディーバラは。いや、やっぱ持たしちゃダメだよ、相手にね。いやー、それまずいな。おい、ちょっとここでさ、また引き分けてさ、またなんかこう、じりじり行くのは、もう一番めんどくさいからね。はい、そこ、カッティング。OK。よし、バーディーナイス。よっしゃー、コロナ。来たよ、コロナ。コロナが来た、コロナウェルベック。よし。香川取れるよね。オッケー。ウェルベックゾーン。オッケー。ボディ。フェリックス。シュート。オッケー。うノーコンか。ノーコンか。いやー、フェリックス強いね。いや、ポストか。おっすいー。よし、ちょっと変えていこう。メンバーチェンジ。まあもう60分になってたしね。いやー、ここね、アブドゥとか入れたかったけどなー。ちょっと怖いね。怖い。やめよう。長期戦になる可能性も、鑑みてね。ちょっとやっぱ、考えていかないといけないね。で、ドーグラス入れればキャプテン変更するのもね。OK。あー、ドーグラスも落ちてきてるな。だいぶ落ちた。うわー。右ウィング、いや、左ウィング。ウィングが手薄になるね。そうなると。左がいないね。左ウィングをちょっと、結ばないといけないかもしれない。フェリックスの、センホア、3層ね入れていく。いやー、長期戦になったら怖いなー、でも。ボナベン。いや、でもね。いや、いいかな。いいか。これにしよう。あ、で、これにしよう。ウェルベック。で、こっちもね、セカンドトップにしちゃおう。そしたら、まあ、維持できるし。うん、これでいこう。オッケーオッケー。これでいきましょう。よし。まあちょうどいい時間帯。ペペレイナだ。ペペレイナね、この前ね、18歳のペペレイナ当たったんだよ。いや、あれは嬉しかったね。18歳はやっぱ嬉しいよね。アルベルト、いや。よし、今フォワードいないよ。そこで潰しとこうか。いや。いやー、まずいぞ。いや、そこでファールはない。そこで落ち着いて。クワドラーゴ強えな。よっしゃ、ファールです。それでもやっぱファールですね。ファールですわ。いいよ、落ち着いて。慎重に。オーケー、ナイスサイドチェンジ。いいね。さあ、コスタ、いいよ。フェリックス、オーケー。ウェルベック、うまい。ウェルベック、オーケー。フェリックス、オーケー。サール、クロス、ウェルベック。いやー、ドーグラス。いやー、ウェルベックの素晴らしい落としだったのに。今トラップしてもいけたんじゃない？いけたと思うよ。か、もしくは今左に持ち替えて、いや、左に、要は右で打つんじゃなくて左で打てば、なんか外から内に負けるからさ、そっちの方が良かったかな。 OK、 いいね、3層ね。フェリックス、 OK、 これ大チャンス。ウェルベック、うーわー、そこ。よし、まあでも
オッケーオッケーオッケー、優勝です。これはね、なんか嬉しがってないな、みんな嬉しがってないな、俺だけ嬉しがってんだ。いや、よかったよ。オッケーオッケー。ちょっとハイライトもね、見ていきましょう。いやー、これ入れたのはでかかったね。まあ、前半のうちに、1点を取れたっていうのはやっぱ一つ大きかったな。うん。そう、前半のもう最後の最後でね。まあ、ここで一気にね、まあ、言ってしまえばすぐハーフタイム入るわけじゃん。で、ハーフタイムで、まあ、要はメンタルダウンしちゃうからね。で、これもすごかったなぁ、コロナ。まあ、まぐれもあるかもしんないけどさ、でも結構な頻度で決めてるよ、コロナも。最近は。このドリブル、えぐいな。なんか、クリバリみたいなのとボヌッチみたいなのを抜いてさ、すごいよな。いやー、これ、ディバラ強かったね。このシュート力とこの、いや、神コースだろ、これ。あんなの止めれねえよ。いやー、で、これ惜しかったね。いや、キック、いや、いいね。シュートがもう積極的になってきたわ。シュート力が上がってきたっていうのもあるしね。で、このサール、これ惜しかったなー。これ左で蹴るべきだったよねー。やるんだったら。あー。いやいやいや、まあ、惜しかったね。もう一点欲しかったな。まあ、欲張りすぎだな。オッケー、久々のね、カップ戦ウィナーですよ。来ました、来ました。ありがとうございます。ということでね、ようやく視聴者の皆様にね、こうやってお届けすることができました。カップ戦優勝、そしてリーグ戦優勝。いやー、素晴らしいですね、ブレイクギャラクシー。視聴者の期待に応えてくれました。はい、なんといっても僕の期待に応えてくれたっていうのもね、あるのかなと。アブドゥはね、ちょっとね、どうなんだろうねっていう感じ。ウェルベック上がって、おお、ドリブル上がった、エクセレントになったけど、 OK、 94。 いや、まだまだ上がるね、能力強いなぁ、ウェルベックは。アブドゥはまだまだ、ちょっと、もうちょっと練習させた方がいい。ちょっとね、まだ、なんか、覚醒が見られない。テクニックがね、本来であればもっとあるはずなんだけど、なんかね、ちょっと、そこも目立たないというか。ここウェルベックのところはウィングだし、ここね、ちょっと変えてもいいかなとか思ったんだけど、サンソーネは入ってるんだよね、多分。で、コロナも入ってる、サンソーネ入ってる、ウェルベックでいいかな、もう。まあ、ルイス・アルベルトでもいいんだけど、ルイス・アルベルトにするか。てか、ルイス・アルベルトとかはさ、まだあれ、ならないんだよ。フィジカルか。スピードだね、スピード。これは大きかったな。オッケー。さあ、リーグ戦これをやっていきましょうかね。さあ、最後のね、このリーグ戦を、消化していきたいんですけど、
ちょっとね、ここで、まあ、新たなね、一つ問題があって、今ね、得点王がね、まだ奪われたまんまなんで、バーディーをちょっとそのまま継続させて出していこうかなと。あと、フェリックスもうまくこのまま逃げ切らないといけないんで、下にはね、すぐファブレガスとね、チアンとかいう、まあ、選手がね、追いかけてきてるんで、ここはね、しっかり突き放していかないといけないんで、フェリックスとバーディーは固定でそのまま使っていこうかなというふうに思います。まあ、それ以外はアブドゥとかね、若手選手を入れていこうかなとは思うんだけど、まあ、でもね、やっぱ入れていかないと点に結びついていかないよねっていう感じは。まあ、ミリトンとかもね、入れていこうかなと。クラバンいいか、もうクラバンはもういいだろ。ロマニョリをちょっと体力回復させて、でパレーデスも、レイバーと入れ替えて、でアブドゥとフェリックスを入れ替えて、でこういう感じにしようかな。でサーブ、よしよしよし、これでいこうか。でキャップをドーグラスさんにして、さあどうなるかな。いや、バーディーちょっと3点ぐらいハットトリック取ってほしいな。頼むから、バーディーの活躍に期待をする。バーディー、そしてフェリックスね、君らが取らないといけないんだよ、得点王とアシスト王は。まあ、得点王とアシスト王はね、まあ、77年目から配信して、まあ、両方は取らずとも、まあね、ぼちぼち取ったりとかはしてるんで、まあ、全く取れなかったっていうことは過去にないかな。まあ、アシスト王、得点王、まあ、どちらか最低でも一つは取ってるような、まあ、感じなんで、大丈夫だと思います。これでも、まあ、840。いいじゃん。まあ、どんどんプレッシングさせていっていいよな。どんどんプレスかけて、でもどんどん攻めさせよう。アタッキングに、スペースがこうしたらなくなるのかな。 OK、 これだ、バーディー。いやー、決めてほしい、そこ。 OKOK、 いいよ、このプレッシングだよ、このプレッシングありきだからね。アブドゥ、コロナがいい。いや、そこ取って、おっと、OK、ナイスアブドゥ、ナイスディフェンス。アブドゥ、おー、無難に縦パス。おー、コロナ、おー、いいね、コロナ。OK、バーディー。いやー、惜しい、バーディー。惜しいな、バーディー。あー、マイボールでしょ、これは。コーナーキック。さあ、アンサルディもいいよ、アンサルディも。バーディー。Yes! OK! Nice! いやー、一発で決めてほしかったな。一発で決めてほしかった。
OKOK、いいよ。まあね、ネイマールが17得点で、バーディーが15点だったということでね、まあ、最低でもまあ2、3点は決めていかないと。まあでもね、ネイマールも点を取れば、1点でも点を取るとね、ちょっと危ないんで、やっぱり今回のこの試合でね、3、4点ぐらい量産してほしいですね。で、そこにフェリックスも絡んでほしい。フェリックスも8アシストで、まあ、現に追われてる状態だからね、まあ、うまく逃げ切りたいね。いやー、捉えないか。いや、回されすぎでしょ。 OK、ナイスサード。さあ、アブドゥ、アブドゥパス弱いな。 OK、ナイスパス、バーディー、入れちゃえ、バーディー。うわ、入れれない。アブドゥ、いや、アンサルディ、いいね。アブドゥがいい感じになってるよ。アブドゥがしっかり関わってる感じ。ちょっとこれ攻撃しすぎなのかな。ちょっとなんかスペースがないように感じる。前線のスペースがないように感じるから、ちょっとアタッキングを少なめにして、攻撃選手プラス。いやー、カレーベースだったら OK、 ナイス、OK。 いやー、打ってきた。バーディーに出さないんだ。バーディーに出さないんだ、そこは。でもいいシュートだったな。もうちょっとシュート力あっていいよね。もうちょっとあっていいね。もう一点入れたいな、前半のうちに。OK、バーディー。いや、いいね、コロナ。1-0 か。なんともって感じだね。まあ、後半はサンソーネとルイス・アルベルトを入れていったら、ウイングからセカンドトップに変える。ちょっと中央突破とかに変えた方がいいかな。なんかそんな気もしなくもない。あれ、全然反応しないけど、なんで。フォーメーションのところが全然反応しない。なんで。こっちは反応するけど、なんで変えれなくなったの。こっちは変えれるけど、あ、いける。 OKOK、 ちょっともうそろそろ動かないといけないな。ちょっとダメだなアルベルト、サンソーネで、ウェルベックか、ボナベンだな、ボナベン。あ、でもそうか、変えれないのか、フェリックスは。
ただちょっとなかなか得点に結びつかないから、ちょっとアブで変えるわ。アブドを変えて、ちょっとチャンスをね、増やしたい。ボナベンを入れて。いやAnd here's Douglas Costa. Douglas Costa going full steam ahead down the left flank. And that's a throw. ちょっとやばくない？ Bonaventura delivers. That's been lever clear. よくないな。雑いぞ。なんか消化してる感が半端じゃない。おアルベルト、でもアルベルトじゃないんだな。アルベルトじゃないんだな。入れてほしいのは入れてほしいのはアルベルトじゃないんだよ。いやまあいいんだけど、入れてほしいのはアルベルトじゃないんだよ。いやまあ That's how you make an impact as a sub. You know, when most are tiring, you can impose a freshness and energy to best effect. What an introduction. The referee's seen the board and he's going to allow a double change to go ahead now. So the lead now is two. Romagnoli.By two and just about into the home straight. Lucas. Bonaventura. なんかね。Did really well to intervene and dispel the growing danger. Well, that's where he wants it. マジか。Referee looks at his watch.マジか。さあ、OK、フェリックスは取ったアシスト。いやー、逃げ切ったんだね。OK、OK。なんとか。得点を取れず、OK、ディビジョンス13。来たよ。はい、上がりました。おめでとうございます。トレーナーチケットいいっすね、いいっすね。さあ、ルーカス・レイバー、おっと、これはだって上がってたよね。うお、バーディー強い、バーディー強い。さあ、おお、900万。はい、ということで勝ち点48。いや50行きたかったな。あっこのアッキーにちょっとやられたのはまずかったな。ここはやっぱ勝たないといけなかったね。あ、これ勝ってれば51だったな。まあこんな感じでしたね。まあ一応8アシスト3人いるんだけどね。まあ一応トップということで
いやー、惜しくもバーディー。あと2点、3点だったな。いやお、マネージャーズカップルクリア74。これ何？OK。ゴールド。まあいいし、あ、フリーでいいや。そう、冨安がもう今シーズン限りで終わりみたい。そしてネルソン・セメド、ポールセン、マルティノビッチで、ね、セメドが帰ってきますよ。でポールセンがね、前回ビッグサクセスのね、あれを見せたんで、ちょっと楽しみではある。うわー、ちょっと微妙な感じになったな。90いかないか。90いかんか。さあ、ポールセン。80いくかね。うわー、すごい。5とか6とか上がってるわ。うおー、強い強い。でも、ボディバランスとかそっち系がいいのか。で、ヘッダーでもある。82。うおー、ほほー。4、5、6。6も上がったよ。トップパフォーマンス。まあ、あと、ボールコントロール。まあ、アタッキングパワー。プロ。まあ、さあ、マルティノビッチはどうですか？マルティノビッチ、おお、いいじゃん。おお、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、いいんじゃない。結構、おお、5も上がった。おー、これは嬉しいね。まあリワードね。あ、ちょっと説明するの忘れてた。まあ、カップ優勝で1800万という感じかな。やっぱ大きいね。あ、まあこっちはもうさっき言ったから、まあアセッツバランス見ていくと、インカム、30じゃないね、3億だね。3億3000万、3億3600万。いや、大きいね。で、支出が、まあ、15億、15億じゃない、1億5600万だね。はい。で、バランスが1億8000万と。まあやっぱりね、リーグ優勝、カップ優勝すればやっぱりそれだけインカムがね、すごい入ってくると。で、とうとうね、まあ前回の、財務予測では、390億が、予想されてたんだけど、390億じゃないな、39億。なんかいつも飛ばすな、なんか39億。そう、39億が、まあ、財務予測として上がってるんだけど、まあ大幅にね、もう今40億になってるというところで、でまたね、ネクストシーズンのまあ財務予測がまあ出たわけですけど、42億ぐらい、うん、まあどんどんね、100億ぐらいね、目指していきたいね。エンドシーズン、さあクラシックエナジーもたまって、年齢も年老いて、ああ、年老いたな。
まあこれね、一つね、ちょっと悲しい現実ではあるよね。老いるっていうね。おお、救世主やばい。コロナの急成長ぶりがえぐいぞ。そんな強くなるもんなの。さあ、コロナはもう結構ある程度強くなってきたんで、ちょっとこっからね、ポールセンを入れていこうかなというふうに思います。帰ってきたポールセンを再びトレーニングを重ねていかせたいなというふうな感じですかね。まあ、言うて25歳なんでね。選手どうしようかな、どうしようかな。まあいいタイミングだった。うわ、スピード結構あるんだね、ポールさん。やば。うわ、テクニックがないのか。またテクニックだな。テクニック結構大事だし。さあこれでね、ちょっとまた行こうかなと。まあちょっと星5選手育てすぎかな。もうちょっとこう星6にあれしないといけないね。で次、アイサルディと、なんか攻めとか入れれる場所がないな。なんかまずいぞこれは。はい、ということで、まあね、結構いい感じにね、まあ収めてくれたというところでありますけども、あーないな。アソシエーションレベルアップ、レベルアップしました。教会がやったね。レベル2だね。レベル2になった。一人でレベル2に上げたよ。すごくない？一人で。ということで、ちょっとね、コントラクト、これをやっていこうかなと。で、これはちょっとね、30スカウトやりたいけど、ちょっとお金貯めます。で、まあ、これはディスカウントが効いてるんで、ちょっとこれはやっていこうかなというふうに思います。ただ、あら、これできないんだ、まだ。じゃあ、さっきやってなかったのか、これ。これをじゃあ、ちょっとやっていきましょう。24スカウト。星5は